チームエミレーツはアラブ首長国連邦を本席地とする自転車競技、ロードレースのチーム。18ある UCI ワールドチームのうちの一つである。1982年に結成されたデルトン号を事実上継承する形で誕生したのが当チームである。現在当たりチームのゼネラルマネージャーを務めるジュゼッペ、サロニは選手時代、デルトン号のリーダーとして活躍した。 1991年にデルトンゴが解散したことを受け、1992年に世界的な自転車製造会社であるコルナゴとプレコート後半の製造会社であるランプレがスポンサーとなり、コルナゴ・ランプレを結成した。1993年、コルナゴがスポンサーを降り、ランプレ・ポルティと解消。1994年、ランプレ・パナリアに解消。百九十六年、 ランプレがスポンサーを降り、パナリア、ビナビルに解消されたが、同年限りでチームは解散となったため、一旦はチームの歴史が断絶することになる。1999年、ランプレイが大金工業のイタリア法人と共同で、スポンサーとなり、ランプレ大金として改めてチームを結成。2003年、ランプレ単独名に解消。2005年、 前年の2004年まで活動していたエスプレッソ機械製造会社であるサイコがスポンサーとなっていたチームを吸収合併しランプレカフィータと解消。キャノンデールを使用していた。2006年、ランプレフォンニタルに解消。バイクはウィリエールに変更。2012年まで使用する。2008年、再びランプレ単独名に解消された。2009年、 ランプレ NGC に解消。2010年、ワイン、グラッパなどを製造するファルネーゼビーニが新スポンサーとなり、ランファルネーゼビーニに解消。2011年、カナダドル開発企業である ISD が新スポンサーとなり、ランプレ ISD に解消。2013年、台湾のバイクメーカーであるメリダインダストリーが ISD に変わり、 セカンドスポンサーになり、名称が変更し、自転車もウィリエールからメリダに変更。ランプレメリダとなる。2017年、中国のスポンサーを獲得し、チーム名も TJ スポートとなるとのアナウンスがなされていたが、登録直前になって急転し、アラブ首長国連邦登録の UAE アブナビとなった。2月になって、エミレーツ航空が、 スポンサーに加わり UAE チームエミュレーツとなる2020年選手一覧ありがとうございます。